リンク町どころは、泉佐野市のリンクタウンにある観光交流プラザ、外国人観光案内所の機能も有している。関西国際空港の対岸であるリンクタウンに、泉佐野市が観光等の情報発信と外国人旅行者との交流の拠点として、また特産品や地場産品の PR、販売を行う目的で設置した。交通の結節点である、 リンクタウン駅改札口の直近に位置している。泉佐野市は空港対岸の立地から、訪日外国人旅行者の宿泊需要が多いこともあって、ホスピタリティ工場に取り組んでおり、この施設では関西国際空港内の空港総合サービスセンターと並んで、日本政府観光局からカテゴリー1の外国人観光案内所として認定を受けている。 泉佐の市周辺地域だけでなく、関西や日本の情報についても広く案内、収集を手掛けているのも特徴の一つである。来外者向けに手荷物の一時預かりを行っているほか、来場者には着物試着体験などのサービスも行っている。関空町ところ同種子の観光情報プラザ、関空町ところが関西国際空港。 第2ターミナルビル国際線到着口横に2013年10月10日にオープンしている。2014年12月にはカテゴリー3の外国人観光案内所の認定を受けている。ありがとうございます。